両つべ戦術か、普通に全敗、俳優、2勝1敗。カタールワールドカップ、俳優の勝村政信さんの日本の勝敗予想が話題となっている。油断して2戦目を落としますが、2勝1敗で1次リーグを突破。ドイツとスペインがここの力で日本よりも上なのは明らかですが、両国とも以前のような強豪の姿ではない。格上の彼らにすれば、日本は絶対に負けられない国。格上なりの重圧もなかなか厄介なはず。とりわけドイツ派、初戦が持つ独特の緊張感にも縛られる。2戦ともロースコアで1点差の勝利でしょう。完璧でくさ。こんな予想するやついねえだろ。予言者おるやん。的中しとる。油断して2戦目落とす。ガチ予言者やんけ。1両目からすげえな。勝村派俳優だけあってメンタル面で分析してるのがすごい。一方、両つべ戦術家さん、運だけできたのがここで、逆転無理でしょ？先制されたら終わり、わら、どんなに良くても1勝2敗、わら、全敗にかけます、わら、こいつ素人なんやろ、なお自身のチームも森安息子率いるチームに普通に負けた模様、結局何をかけたんや？引退でもすんのか？今まで見た予想で一番すごい、